何か。トモです。いつもトモスターをご覧いただきありがとうございます。本日はタイ入国関連のニュースを中心にお伝えしていきたいと思います。それでは早速本日の内容は主に3つになります。まず1つ目がタイ入国後の隔離期間短縮について、2つ目がタイ開国のロードマップについて、最後に3つ目がプーケットサンドボックスが7日間に短縮というニュースについてお伝えしていきたいと思います。ぜひ動画最後までご視聴いただけましたら幸いです。それでは早速内容に入っていきたいと思います。まず一つ目はタイ入国後の隔離期間の短縮についてです。タイの新型コロナウイルス状況管理センターで9月26日の月曜日に承認されていたんですけれども、詳細についてはなかなか発表されずに、つい先日10月1日に在タイの日本大使館から訳文が正式に発表されていますので、こちらの動画で紹介したいと思います。2021年の10月1日以降のタイ入国後の隔離期間は主に3つに分けられることになります。まず1つ目のグループは、タイ入国後の隔離期間が7日間となります。実際は到着日が0日カウントですので、8泊9日の日程になるかと思います。で、こちらの対象者の方については、WHO またはタイの保健省が承認しているワクチンを規定回数接種した方で、接種後14日間経過した方に限るという条件付きになっています。で、これらの接種証明を持っている方はワクチンパスポートのコピーをオンライン申請の際に添付していただくと、隔離期間が7日で COE が発行されることになります。COE のオンライン申請の方法については、私の別の動画で紹介しておりますので、もしご興味ある方はそちらも合わせてご覧いただければと思います。続いて2つ目のグループが、タイ入国後の隔離期間10日間の方々になります。こちらの対象者は、まだワクチンを接種していない方、またはワクチンを規定回数以上接種してるんですけれども、2回目の接種後、まだ14日間経過していない方になります。最後に3つ目のグループなんですけれども、条件としてはグループ2の方と同様で、ワクチンを接種していないか、もしくはワクチンを規定回数接種しているんですけれども、最後の接種後14日間まだ経過していない方で、さらに入国が陸路の方は14日間の隔離が義務付けられています。また一般的なワクチンが接種対象外である18歳未満の未成年の方々については、両親などの保護者の方と一緒に入国する場合は、その保護者の方々と同様の隔離期間になるというふうに説明が記載されています。その他カイロでのタイ入国に関しては、船に乗船している方が1人でもワクチン接種をしていない場合は、隔離期間は10日間になると定められています。また疑問に持っていた PCR 検査とかコロナウイルスに関する、医療保険については特段記載がないので、今まで通り必須が継続というふうに理解しています。その他留意事項あるんですけれども、外国施設団や航空機の運航者または船舶の船員などに関する例外措置についても規定されているんですけれども、あまり関係ないかなと思いますので、こちらの説明については割愛させていただきます。もし、ご興味ある方は、動画の概要欄に、リンク貼っておきますので、そちらからご覧いただければと思います。続いて2つ目です。2つ目はタイ開国のロードマップについてです。前回までの動画では、バンコク、パタヤ、チェンマイ、ホアヒンなどのそれぞれの都市で10月1日から開国が、噂されているというニュースでずっとお伝えしてきたんですけれども、結局10月の1日からは開かずに11月の1日以降の開国ということで、ロードマップのプランに組み込まれています。新型コロナウイルスの状況管理センターが今後の、ロードマップを発表しておりまして、こちらの情報に基づいて、ご案内したいと思います。ただ毎回ですが、こちら絶対ではなくて、状況に応じて今後も変更が多いと思いますので、ご参考までということでご認識いただければと思います。こちらのロードマップも、3つのフェーズに分かれていまして、まず第1フェーズが11月の1日から11月の30日までの間の期間に開国を予定している県がバンコクやパタヤ、チェンマイ、ホアヒンなどの10件になります。続いてフェーズ2については12月1日から12月31日までの間に開国を予定しているアユタヤやチェンライなどの20件になります。で、最後にフェーズ3なんですけれども、こちらは来年の2022年1月以降に開国予定の近隣国であるカンボジアやラオス、ミャンマーなどと国境を接するナコンパノムやウドンタニなどの13件となっています。こちらは、先ほども申し上げた通り、今後も噂も含めていろんなニュースが出てくると思いますので、
進捗については私のチャンネルの方でも情報をまとめて定期的に皆さんにお伝えしていきたいと思います。最後に3つ目です。3つ目はプーケットサンドボックスが7日間に短縮というニュースについてお伝えしたいと思います。タイの観光庁はワクチン接種済みの外国人旅行者に対してプーケットサンドボックスのプログラムを14日間から7日間に短縮するというふうに発表しています。でその上でプーケットで7日間滞在した後にタイ国内の他県に移動することが可能ということです。加えて前回の動画でも少し触れさせていただいたサムイプラスに関してもこちら、プーケットサンドボックスのプログラムに組み込まれるような形でプーケットとサムイ島を含めてあとはパンガン島、タオ島について10月1日から7日間の、滞在プログラムに変更になっています。で加えて、10月1日からはプーケット空港に到着した後プーケットだけではなくてパンガン県のカオラクやクラビー県のピピ島に直接行くことも可能となりました。でさらに、プーケットサンドボックスについては日本も含めてタイ政府がリスク評価して対象国をリストで公表していたんですけれども10月1日からこのリストについても廃止になって全ての国と地域から旅行客を受け入れることが可能となっています。最後にこのプーケットサンドボックス対象国が全てになったということでより多くの旅行者に来てもらうために今後は規制緩和も検討しているということが報道されています。で具体的には、感染者が同じフライトにいた場合の濃厚接触者に対する、ルールについての緩和でしたりとかあとはタイ入国者に求められている、新型コロナウイルスの医療保険料の引き下げなどについて、検討されるということです。でこちらの詳細については分かり次第発表しますというふうに記事には記載されてましたので私の方でも分かり次第皆さんにお伝えしていきたいと思います。今回の動画では前回までの噂ベースというよりは決定事項を中心に皆さんにお伝えしてきてまして私も10月にタイに帰国予定ですので隔離期間の短縮は非常に嬉しいですしこのあたりの実際の情報も今後動画を通して皆さんにお伝えできればと思います。はい、本日の内容は以上となります。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画役に立ったという方はいいねを、またタイ好き、旅好き、今後、タイ旅行や、タイ赴任、タイ移住などをご予定の方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。サディカップ。